こんにちは。推薦入試に親をこさえた男、受験者です。今日はですね、推薦入試で今ね、受験生の2人に1人が大学に入学する時代と言われていて、推薦使う人も多いし、僕もそれは全く否定しないです。自分が行きたい大学に行く方法なんかどうでもいいと思ってます。ただ、妥協した選択肢で、自分は本当はここに行きたいけども、推薦だとここに行けるから、じゃあちょっとランクダウンしたらここに行こう。こういう人は僕は嫌いですね。時代が僕を今迎え入れてくれようとしています。なぜか。このコロナ禍でね、今、株価は非常に高水準維持してますが、実体経済どうかもボロボロですね。だって飲食店なんかも売り上げが削退で9割減ってるとかね、大阪では3700店舗ぐらいね、飲食店が倒産するとか、まあその飲食だけじゃなくて様々な業界で経済が下がってきてます。塾業界も昨年と比べて全体のやっぱり3割減から4割減ぐらい減ってるってところが多いと言われてます。これが続くとどうなるか、もう潰れますね。これからどういう時代がやってくるか、破壊の時代です。つまりどんどん経済が疲弊してって不況になっていきます。そういう風になっていくとどうなるのか、就職がねできなくなるわけです。今まではエフランと言われているような誰でも入りやすい大学に行くような人でもね、就職はありました。それは政権の運営がうまくいってたからなのか、まあいろんな要素はあると思うんだけども、とにかく雇用に関してもね、求人倍率も上がってましたし、非常に働く側としてはいい環境だけど、このコロナになる直前ぐらいにはもうだいぶ経済が傾いてきてたらしいんですけども、そこに追い打ちをかけてコロナが来てどんどん不況になってきてると。結論言うと、大学に行っただけではもう就職ができない時代がもうすぐそこに来てます。妥協した選択をした人に未来は約束されません。もしね、あなたが自分にはちょっとこの大学難しいなと思ってこれ辺にしとこうっていう、そういう考え方があればね、これはもう今まずい、ね、これ精神論じゃなくて生活ができなくなります。就職できないってことは、お金が入ってこないってことは、食べれないし住めないし、普通の人間として送ることは難しいわけです。まあ本当にどうしようもなかったらね、日本っていうのは素晴らしい国で生活保護っていうのがあるから、それでなんとかね急場をしのぐことができますけども、でも一般的なみんなが思い描くような普通の生活っていうのはしづらくなる。だからどうすべきか、日本は悲しくも嬉しくも学歴社会です。学歴じゃないという人も多いかもしれない。それはね、僕みたいに経営者とか専門職を極めてる人であれば、ね、学歴は関係ないでしょう。だけど普通に大学に行って普通に就職する、そういう普通の人生を歩んでいる普通の日本人にとってはね、学歴はもう全てと言っても過言ではないと僕は思っています。こういう教育者がね、学歴至上主義だとね批判されるかもしれないけども、でも僕はやっぱ学歴を売ってる人間だと思ってるんで、やっぱ学歴のメリットっていうのをしっかりと僕は伝えていかないといけないと思ってるし、この厳しい時代で優しいことを言ってもね、あなたのためにならないと思う。学歴が全てです。だから今自分が妥協した選択で推薦でここに行こうと思ってるのであればね、一般受験のもっと上まで目指せよと。そうすれば後々自分に何十万円になっても返ってきます。この動画は別に低い大学に行ってる人たちをけなす動画ではないです。自分が学びたい、この教授のもとで学びたい、これが学びたい、これが学べるのはこの大学なんだと、経済的な部分も含めて自分が生きるのはここであるけども、でもそういう経済的な理由だけじゃなくて、こういうことを学びたいからここに行ってるんだ、そういう理由であればね、別にどうでもいいんです。僕言ってるのは、本当はここに行きたいのに妥協して選択をして、それがまずいよっていう話なんですね。自分で妥協せずにここに行きたい、ここで学びたいと思って行った大学であればね、その思い、熱意、情熱、実績、すべてそれは採用担当者に見透かされるというか、分かっちゃうんですね、彼らもね。なのでうまくいきます。妥協した選択をした人間をこれからの企業は求めない。これだけは今日は頭に入れておいてほしいと思います。とは言っても、じゃあ自分の学力からここに行くにはどうしたらいいのか分かんないと。そういうことであればね、この YouTube 校、少なくともね、僕は偏差値29から早稲田に受かったんで、そこはもう余裕で僕はアドバイスできますし、それ以上の大学に関しても、僕の優秀な弟子たちが、基本的に京大とか慶応とか、そういうね、僕の教え子たちはすごく優秀、僕よりも優秀な人いるので、しっかりサポートしますので、もしね、何か自分の中でうまく方法が見つけられないなと思ったら、この動画のコメントや概要欄の LINE の方に個別にメッセージください。しっかりね、アドバイスしていきたいと思います。ただ不安に陥れるための動画ではなくて、一つのあなたの心にね、火を灯すきっかけになればいいかなと思って撮っています。今日は以上です。